こんにちは、無課金プレイヤーのフォルテです。今回はドリームキャラバンまさかの登場ということで、このイベント無課金は周回すべきなのか解説をしていくのと、サムライジャパンスカウトの情報を改めてすべてまとめてご紹介をしていきます。このイベントは無課金でも周回がおすすめで、同じエナジーを使った時にガチャよりも選手の獲得数が多くなるのが魅力的なところになっております。基本的な進め方だったりの攻略方法に関してはこちらの動画でご紹介しておりますので、よければ参考にしてみてください。タイミングとしてはシリーズ1に S30% 契約書とか持ち越せるわけではないので、そういった時よりかはおすすめ度下がるんですけれども、それでも A ランク集めだったりとか、B ランク特訓素材の集めっていうところでは非常に大事なイベントなのかなと思っております。ただし今回僕はちょっと例外で全く周回はしないでサムライジャパンスカウトに備えたいと思っておりまして、その理由と、そしてサムライジャパンのいろんな情報とまとめてご紹介をしていきます。特にシステム情報ですね、確定してないんですけれども、過去の例を考えていきますと、なんとか攻めきできるんじゃないのかなっていうエナジースに個人的にもなってるので、今回周回しないっていう選択を取っております。実質僕は OB2 回ランキングでこれから走る予定なので、エナジーは1100ちょっとしかないようないう風に思ってるんですけど、なんとかなるかなという風な希望を持って周回しないという決断をしております。ここはちょっと目的によっても変わってきますので、こういう人だったらキャラバンしっかりやった方がいいよっていう解説もしていきます。それではやっていきましょう。ではまずキャラバンかサムライどっちを優先した方がいいのかっていうところだけ簡単に確認をしていきます。サムライジャパンスカウトは去年だったら東京オリンピックとか、2019年だったら3月の WBC とか、そういった開催時期に登場をしていましたので、今年も3月登場するんじゃないのかと予想されております。具体的なエナジースの目安は後でご紹介するんですけど、サムライに備えてキャラバン周回を控えるっていう選択がどうなのかってところですが、キャラバンおすすめな人としてはやはり極みにできる選手の数が少ない方ですね。S ランクの獲得ってよりかは、とにかく限界と突破要因 A ランク中心に集めていくっていうところがこのタイミングではメリットだと思いますので、このイベントでものすごい、ガチャ30連分とかそのくらいのエナジー数消費して A ランクの獲得を増やしていくっていうのが、早く、オール極みオーダーに近づけるとか、まだやってない方は初覇王昇格とかいうことになる、近道なのかなと思います。実際に過去の記録もね取ってるんですけれども、自動試合でもこのくらいとかありますので参考にしてみてください。うまくやれるかはしっかりと進め方の立ち回りもね大事になってくるんで、攻略動画の方もご覧ください。で、サムライおすすめな方の話に入っていきます。そもそもどんなガチャなのかっていうところなんですけど、サムライジャパン選出された選手がね獲得できるガチャっていうところで、メンバーはヌートバー選手は NPB の球団に在籍したことがないので、ゲーム的に登場が難しいだろうと思っております。根本的なシステムとか変えないといけなかったりとかね、コンボの影響どうなるんだっていうところになりますので、それ以外の日本人選手っていうところが予想されてます。で、2019年の例を見ていきますと、シリーズ2の通常 S ランクよりも最大スピはプラス100高いということで、今年は4200のスピリッツの登場が予想されてます。で、さらには普段守らないポジション、起用法にもよると思うんですが、守った際とか起用された場合は、サブポジションがつく可能性があるっていうのが特徴的なガチャになってます。特に先発しか普段適性がない投手に中継ぎがついたりすると、リーグでもコンボ的に助かったりとか、リアタイでも強い投手の場合は中継ぎにね、置けると、先発充実してる人とかは特にありがたい存在になるのかなと思ったりしてます。なのでやっぱり時期的なところが問題ですね。かなりすぐシリーズ1の以降、スピ4300の通常選手がガンガン出てくるっていう時期になりますので、リーグ勢の方は特に純正の方だったらおすすめとなります。正直12球団の方だと最強戦のスピちゃん記念大会とかもね、もう終わっちゃってる時期なので、無理に補強せずにシリーズ1の補強にエナジー温存すべきっていうタイミングだと思ってます。ただ純正の方だと日付は発表されてませんが、3月おそらくね、侍ジャパンの後とかに最強戦が来てもおかしくないと思いますので、ってなると他の人と差をつけるための重要なガチャになるのかなと思います。で、リアタイ重視の方は、メジャー選手が強かった場合、能力がかなり強かった場合のみ、相当おすすめとなります。鈴木誠也選手は試合数少なかったので、そんなに大きくワールドスタート能力変わらないのかなと予想してますが、大谷選手やダルビッシュ選手に関しては、もしですけどメジャー成績反映された場合の能力はものすごく期待ができますので、登場した際は、今回しかゲットできないかもしれないというところで、無理してゲットする価値はあるのかなと、リアタイ勢は思っております。ただし、そこが反映がなければ、正直、無理する必要ない。やっぱりスピリッツ的にタイミングが悪いというところで、逆にねめちゃめちゃスルーがおすすめなガチャになっていきます。例外は大谷選手を全く持ってなくて、通常のワールドスター能力で来た場合に普通に取りに行くって感じですかね。ワールドスターだと毎回実質50% 勝負みたいな感じになりやすいので、ってことを考えたら、一応セレクトミキサーとかあるはずの侍であれば 100% 大谷選手ゲットできるっていうのは安全な立ち回りなのかなと思います。一応広島純正の方でね、全く鈴木誠也選手持ってないっていう方も、一応当てはまるっちゃ当てはまるのかなとは思って
ってます。まあ能力次第ってところですね。まあそこが実際どうなるか分かってないんですけど、僕はもしメジャー成績反映されたらね、まあ特に大谷さんはピッチャーは超高速シンカーとかスライダーの強化とかね、まあ全然あると思ってるので、取れなかった時のね、悔しい思いをねしてることを想像した時に、あの時キャラバンでエナジー使わなきゃよかったっていう風になるのがね嫌なので、まあちょっと信じてエナジーを温存してみたいなという風に思っております。まあそういったところで目的次第でおすすめ度とか、まあ、どういった補強がしたいのかで変わってくるので、まあそれぞれでよく考えてみてください。ってことでここからは侍の情報をまとめていこうかなと思っております。でさっきまあその登場する前提の話したんですけど、まあなんで登場するのかっていうところは、まあ過去にもそういった開催時期に合わせての登場があったっていうところもそうなんですけれども、まあ、今年は WBC のオフィシャルパートナー、まあ、グローバルスポンサーっていう言い方もするのかな、まあ、それにコナミさんがなったっていう発表があったからというところですね。侍ジャパンのホームページみたいなところの説明書きを見ていきますと、そのオフィシャルパートナーになった企業さんには、故障権、ロゴの使用権、これを活用して侍ジャパンを応援していただくといったものがありましたので、あんまり権利とかよく詳しくないんですけれども、まあ、おそらく、まあ、CM とかで、まあ、侍ジャパンを応援してますみたいな、まあ、そういうコラボやってますみたいなことを大々的に、まあ、やってもいい権利なのかな、まあ、ちょっとあんまりわかんないんですけどね。まあ、なのでこういったことがあるので、まあ、あんまわかんないので詳しい方教えてほしいんですけども、スポンサーになるっていうことは結構なんかそのプランもね、いろいろランクがあるみたいな感じで結構大きなお金かかってるはずなので、そんだけかけることっていうことは、まあ、やはりしっかりとガチャを登場させたいとか、まあ、CM 出したいとか、そういったところが意図としてはあるはずだと思ったので、しっかりとそれになってるってことは、間違いなくそういった関連のことはね、アプリ内でもやっていくんじゃないのかなというふうに思いました。まあ、特にワールドカップからの影響で、まあ、サッカーゲームもね盛り上がったみたいなので、そういった感じですかね。個人的にもワールドカップ見て、そのハーフタイムの CM でブルーロック、まもなくアプリリリース、今なら三笘選手もらえるみたいな CM でちょっと興味が湧いてね、今ちょっとブルーロックハマったりもしてますので、まあ、そんな感じかな。まあ、今年の WBC も中継の合間の CM で、まあ、おそらくプロスピエス、今なら侍ジャパン選手が当たる無料 S ランク契約書配布中とかいう CM があってもおかしくないのかなと思いました。まあ、実際過去の2019年でも無料 S ランク契約書の配布が1枚、まあ、イベント報酬でも2枚、侍選手の S ランク配布とかもあったようです。まあ、一応2017年もしかしたらパートナーなってなかったかもしれないんで、そこは関係ないのかな。どっちかというと、もしかしたら、まあ、過去は写真変更なく侍選手は e スポーツ大会で使えないみたいなことがあったので、もしかしたらその写真変更関係なく e スポーツ大会でも、まあ、使用できるようになる可能性が、まあ、これによってあるのかなとか思ったりもしました。まあ、ちょっとこれ確定情報とはね言い切れないんですけど、まあ、パートナーになってるよっていう情報でございました。でメジャー選手が出るのかっていうところがね、やっぱり注目なんですけど、まあ、先ほども言った通りヌートバー選手以外は、まあ、可能性があるのかなと思ってまして、これは誰がそういう出してもいい権利を持ってるのかっていうのが分かんないので、正直何とも言えないんですが、一応ちょっと人づての視聴者さんからの DM でいただいた情報からすると、ダルビッシュさんがご自身のラジオで侍ジャパンの肖像権は、まあ、自分にありますみたいな発言をしていたそうなんですよね。っていうところでは、本人が、まあ、出してもいいですよという許可をしていれば、まあ、ガチャ登場はできるっていうことだと思われます。まあ、その場合大谷選手も鈴木誠也選手も、まあ、出してくれるだろうというふうに考えれば、まあ、普通に3人ともね登場ができるのかなと思ったりしました。まあ、これちょっと人づてに聞いたことで、僕もちょっとアーカイブが残ってなかったので、まあ、ご本人の声をね聞けてないので本当の情報かっていうのは言い切れないんですけれども、一応そういった報告を、いただいてはおります。まあ、本当に確定とは言い切れないので、まあ、一応そういった説もあるんじゃないかっていう参考程度にお願いします。でちょっと願望的なね、意見もね紹介しすぎちゃったので、反論意見をねご紹介していきます。今いただいてるのが2017年に青木選手の例ですね。その時 WBC のメンバーだった青木選手なんですけれども、侍ではガチャで出ず、ワールドスターの再臨での登場となっておりました。なのでこれが一番最悪パターンみたいな感じですかね。能力も変わらず、もうワールドスター再臨ってなるとかなりその狙い撃ちが難しいので、まあ欲しい選手がいる方はちょっと難しく獲得がねなるのかなっていうパターンだと思います。まあこれどうなんですかね。その2017年の一応 WBC のオフィシャルパートナーとかで検索してみたんですけど、その時はコナミさんヒットをちょっと僕の検索ではしなかったので、もしかしたらその時パートナーになってなかったってことを考えたら、今年はなってるならばじゃあ大丈夫なのかっていうこともあり得るのかなとか、もうちょっとその辺はごちゃごちゃしちゃうんでわかんないんですけど、まあいろんな意見が出てる状況になっております。続いてメジャー成績を反映するかっていうところなんですが、まあ、こちらも前例がないのでわからないとしかちょっと正直今言えない状況に
になっております。ワールドスターとかとは違ってね、一応、査定として反映するのは、自然ちゃ自然と言えるかもしれないですね。ワールドスターだったら、日本のユニフォーム着てるのに、着てない時期の成績を反映してるのはおかしいから、さすがにそれはね、反映させるのはちょっと厳しいんだろうなっていうのは想像がつくんですけど、一応今回侍のユニフォーム着てるっていうところなので、2022年のシーズンの成績とかも反映とかは、可能性としてはあるっちゃあるのかなとも言えると思います。ここはちょっとね、メジャー成績をどう日本の成績と比べるのかっていうところもあるので、難しいのかなとかもあるんですけど、ぜひぜひね、ここは皆さんの意見もお願いいたします。正直僕の意見というよりかは、この動画のコメント欄で皆さんで討論していただきたいっていうところもね、ありますね。ただ反映した場合はやっぱり大谷選手、ダルビッシュ投手は目玉になるのかなと思っております。続いて重要なシステムの話をしていきます。で、メンバー人数がまず30人。ヌートバー選手を抜いて29人なので、段数としては3段か4段を予想してます。2段だと14人、15人で少し多すぎる感じはするので、3か4かなと思ってます。2019年の時は4段構成となっておりました。で、システムのパターンなんですけど、2通りかなと思ってまして、1つ目が、可能性高いのかなと思ってる方なんですけれども、最近主流になってるセレクション形式ですね。去年の東京オリンピックの時の侍ジャパン、そちらのガチャでもあったんですが、S ランクの侍選手が確定なのが30、60、90連目。そして、100連目以降は、S 確定はないんですけど、S さえ出れば侍選手確定というようなシステムでした。そして、セレクトミキサーは、その段のみで5人投入すればできるという内容ですね。そのため、その段で無料 S ランクの侍契約書だとか、イベント報酬とかの S 契約書、配布があったとしても、ガチャで4人獲得しないと、セレクトミキサーできないということなので、ざっくりセレミキする分エナジーに、用意したいんだったら150連くらいないと不安なのかなっていう気はしております。100連以降確定 S がないというところなので、そのくらい用意しときたいかなっていう気はしてますね。90連のうちにね、なんとか当てれたらラッキーですけど、安心なのはそのぐらいなのかなと思ってます。3750エナジー必要っていうパターンですね。で、2つ目のパターンが2019年の WBC の時のシステムでして、こちらは4段構成で、各段で30連目、60連目で侍 S 確定となっておりました。で、セレクトミキサーなんですけど、すべての段、どの選手でもいいから、7人用意してできるというものになってましたので、ここが大きな違いなのかなと思ってます。この時は無料 S の配布が、マンスリーっていう形で1枚とイベント報酬で2枚、で合計3枚あったので、ガチャでこちらもね、4人当てればセレミキできるという内容でした。なのでシンプルに無料3枚と、ガチャ120連したら4人集まるんで、120連分3000エナジーさえあれば、しっかりと 100% セレミキが可能というような内容でした。でプラス一応、すべての段の選手が当たるクライマックススカウトっていうのも最後に来てまして、再臨みたいなイメージですね。10連目で侍の S ランク確定というものがありましたので、無料が3枚で、そのクライマックスで1枚ってなると他のガチャで90連、合計のガチャは100連分ですね、2500エナジーでセレミキが確定できたというような内容になってました。なのでこういったシステムの違いがあった際に必要エナジーがだいぶ変わってくるっていうことが起きていきます。続いて何エナジーぐらい今からその期間までに増やせそうなのかっていうところなんですが、これも2パターンを用意してまして、一番最悪のパターンですね、先ほどのパターン1個目のシステムで、2019年の時は第1弾3月6日までだったので、どの段で狙いが来るかもわからないというところで、第1弾の終了日までになんとか貯めれる数字としては1月の12日から1590以上ぐらいって感じになっております。でそのため150連、ガチャもね結構沼ってしまって150連かかる想定だと、現状2000以上とかないとエナジーが足りなくなる可能性が出てくるっていうところだと思っております。こちらは月900から1000エナジーぐらいプラスできる方向けの数字になってます。今ねキャラバンとかも完全に周回とか全くしなかった場合であれば、なんとかこのぐらいって感じなので、一つ基準にしてもらえばなと思ってます。これだったらどのシステムも対応はできるんじゃないのかなっていう数字だと思います。で続いて先ほどのセレミキのパターン2パターン目のシステムで言うと、セレミキ期間がグランドオープンまで2019年はあったので、今年は3月29日と予想されてまして、ミキサー終了日がそこなので、そこまで貯めれるエナジー数としては2270以上とか、そんな感じになっております。そのため一番理想的な、先ほどねクライマックス絡めての100連で済むんだったら、人によっては今ゼロでもねギリギリなんとか間に合うぐらいの数字かもっていう感じになります。だいぶ必要数違いますよね。で現実的に例えば無料配布が1枚2019年よりも少ないパターンで言うと、130連かかるかなみたいな感じもあるので、それだったら現状750以上とか、そのぐらいは最低持っておきたいのかなって感じになってます。なんで1000くらいあれば結構現実的にね、このシステムだったらセレミキできる可能性が出てくるって感じなので、リアタイ勢の大谷さん欲しい固め系だと思うんですけどね、とに
かく取り逃したくないっていう方はそれを信じてねやってみるのは面白いのかもしれません。うん、まあ、その代わりねキャラバンとか、まあ、いろんな集会イベや遅くなものが全然できないっていうのは、まあ、かなり立ち回りとしてはもったいないものとなってますので、まあ、本当今回限りのね立ち回りというところで僕はねやっていこうかなと思っております。まあ、正直始めたての方とかね、あんまりプロスピそこまでまだ強くなれてない方は全然おすすめな立ち回りじゃないんですけど、まあ、個人的には理想のリアタイオーダーを作ってみたいっていうのが、まあ、楽しんでるところなので、まあ、理想を追い求めて今しかゲットできない選手はやっぱ魅力的に感じちゃうんで、まあ、これで頑張っていこうかなと思っております。では S 契約書開封で終わりにしていきます。まあ、僕もちょっと OB のランキング走んなかったらね、さっきの150連パターンでもなんとかなるんですけど、まあ、ちょっとランキングの記録は絶対取るっていうのを決めているので、まあ、そこでちょっと足りないって感じですね。ランク戦もちょっと勝ち星ランキングを意識してエナジーさらに増やしたいなとか思ったりしてます。で狙いはこちらメルセデスさんなわけないね。はい、大会でマジに一番嫌いかもしれないですね。はい、ということで、まあ、ちょっと大会期間でキャラバン大変なんですけども、ぜひとも周回頑張ってみてください。僕はちょっと周回せず大会やってみようと思ってます。ということで本日は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録グッドボタンの方もお願いいたします。